船を沈める時も、あの強靭な肉体にはかすり傷一つつかねえ。茶会ではママの正面の席にはいつもある写真が置かれ、誰も座ることはない。ママにとって何より大事な宝物のようだ。それがマザー・カルメルの写真だ。ママの唯一の弱点と言える。そいつ何者なんだ。恩人のようだが詳細は不明。謎の人物だ。イエイってこと？失踪したらしいの。消息不明というわけですか。私たち家族も詳しくは知らなくて、前にお茶会でうっかりマザー・カルメルの写真を落とした球児がいて。聞いたことのない大音響の規制を発したの。食い煩いの感触とはまた違う発作。周りがただ耳を塞ぎ、自分の鼓膜を守るのが精一杯。ある者たちはバタバタと気を失い倒れていった。規制に加え持ち前の覇王色の覇気を発動しやがったのさ。大事なのはこの後だ。その時ショックで膝をついたママはなんと膝をすりむき血を流していた。この女にも赤い血が流れていたのかと驚いたよ。あの状態になるとママの体は抵抗力を失うんだ。ならば今日茶会の会場でその写真を真っ二つに叩き割ったらどうなる？あっ